はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。今日はアイコム IC705 のお話です。まあ本当だったらね、今頃手に入れられてる予定だったわけなんですけど、まだ来てないですよね。メーカーから前にもね発表されてましたけど、感染症拡大の影響で、まあ、パーツの調達の都合で発売を延期するという話になっていたんですが、どうやら6月の中旬ぐらいからね、まあ、数には限りがあるのかもしれないんだけども、生産できたものから発送されていくようです。まあ、楽しみですよね。まあ移動運用が多い僕としては、この705どういう使い勝手になるのか、まあ、漢字からすると移動運用も結構できるし、まあ、自宅とかの環境でも結構使える面白いリグにねなるんじゃないかなと予想してるんですが、注意するべき点として、実は技適番号が当初発表されていたものから、変更になりました。アイコムの発表によるとですね、 1.9MHz 帯で J3E などの電波形式が許可されるようになったことを受け、技術基準適合証明を再申請いたしました。今まで掲載されていた0021900006ではなく00220001となりますということですね。まあその表向きにはこうやって 1.9 メガの話が出てるんだけど、どうなんでしょうね。僕がね噂話ですよ、これも完全に噂話程度なんで、まあ聞き流しておいてほしいんだけども、パーツが手に入らないと、ウイルスの影響で、まあ、生産なのか流通なのかに問題があってパーツが手に入らない、じゃあ同じようなものを作るときに、まあ、回路上どうしても必要な構成を変更しようと、で構成を変更した結果、技適番号の取り直しをしなきゃいけなくなってたんじゃないかという話をね、一応僕噂話程度で、ね、聞いてます。でそれやるんだったら、まあ、4月になってから J3E 許可された、 J3E が 1.9MHz で許可されたし、それも合わせてやろうかなみたいな話じゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけども、まあ、本来は3月中に、発売される予定だったので、 1.9MHz 帯の電波形式が拡大されたうんぬんって話は、その発売時点では関係なかったんでね、そういうことじゃないかな。まあ、せっかくね、変えなきゃいけないんだし、電波形式のところも変更しとくかみたいな感じじゃないかなと僕は勝手に思ってます。勝手に言ってますんで、たまにさ、僕が勝手に言ってることをメーカーが言ってることだと勘違いされて、なんかもうメーカーさんに怒られるんで、僕が勝手に言ってるということを、付け加えて強調しておきますんで、はい、まあ、万が一ですね、予約したし、もうすぐ来るし、手元に来る前に技適番号をこれ書いて変更申請しとこうといった方は、もう一回やり直す必要があるし、どうやらその話が、分かってから総合通信局からその書類が差し戻されてる人もいるっていうね、噂、これも噂ですけど聞いたので、まあ、その辺でやり直す必要があるということは、気をつけておいてください。まあどうだろうね、僕の予約すごい早く、僕その金額とか発表される前に一応予約は入れたんで、早めの予約にはなってると思うんですけど、6月中旬のとこで来るかな、楽しみにしてるんですけども、また手元に来たらこの IC705 もね、どんなもんなのかというのをなるべく早く皆さんにお届けしたいと思っていますので、期待していただければと思います。ということで今日はまあなんか裏話的なタイトルになってるかもしれませんけど、裏話っていうかただ僕が聞いた根も葉もないかもしれない噂の話でした。まあいずれにしても705が発売されるのが楽しみですねということです。この動画役に立ったという方、ぜひ、高評価お願いします。皆さんの高評価が僕の動画作りのモチベーションアップにつながってます。またぜひ皆さんのソーシャルアカウントでも動画シェアしてください。以上、桃介でした。バイバイ。